はい、こんにちは。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 てん。しょぼーんとしてます、なんとなくね。3歳過ぎたらちょっと雰囲気が変わってきましてな、大人っぽくなったな、お前。もう成獣なんだね、成獣。精神的にもね。となったらね、ちょっとここにね、できちゃいましてね。なあ、しょぼんだよね、ここに。これ、見してあげて。いい子だ。生々しいんですけど、これが、プリコリコ。本当にこれぐらいになりましてね。で、病院の予約をしてて、で見ていただけるというふうになってて、その直前に、破裂しまして、まあ、これは多分プレートにうちの息子が入れようとしたら、なんか抵抗したらしくて、擦ったもんだした時に当たったんじゃないかと思うんですけど、病院に行って気がついて、ここなんあれと思ったら、これぐらいですね、ビヤーって、で、うわわわわって、そのままもう診察室の先生、あれ、つけましたって言ったら、あ、もうどうせ破って出すのであったので、いいです、いいですって言って、そこから出したらですね、さらに同じぐらいの量がまた出てきて、で、竹串みたいなやつでこう治療してくださったんですけども、まあ、やっぱりですね、不安か。もうね、手術してて、取るんですよ、ね、もう取るからね。何それ、いいじゃん、すっきりするから大丈夫だよ、そう、大したことないからね。分かってんだよな、お前。大丈夫、心配するの大丈夫だ、大丈夫。痛くもなんともなかったろ、昨日。あそこの看護師さんがお前好きなんだよな、ピンク色の服着た看護師さん、お前あの人にギューってされるとすげえ嬉しそうにしてるじゃないかよ。元気なやつだもんな。桜クリニックのあの看護師さん好きなんだろ。誰に似たのか、スケベですということで。あ、そう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 、もう今日はすごいですよね、チラシがね、こんなね、面白いですよね、無料点検ね、やる余裕があるんですね、素晴らしいですね、もうないです、そういう余裕が、ケイズ電機さん、ね、ちびまる子ちゃん、鈴木さん頑張ってますよね、鈴木、ダイハツ。やっと帰ってきたね、ダイハツ。焦る社長シリーズ、なんですか、でも、営業所の名前も電話番号も一切入ってないっていうね。これもね、考え方なんでしょうね、もうね。営業所の名前も、ね、みんなこの QR ペイコードでね。お墓の、ね、お墓のこういう広告も面白いし、でも電話番号とファックスと携帯だけ、あとは LINE だとかそういうのに変わってきましたね。あと日産高いね、エクソレールって、これエクソレールってこんな高いんですよ、で引いたら世話ないですよ、もう引けないですよ、僕らなんかあの形でね、サービスプライスまあ、あとは食品ね、大桑さんとかバローとかね、大桑とバローが火花を散らしてますよね、見物ですよね、だけどどうもバローが劣勢ですよね、今ね、お客さん入ってないですもんね、もう分かるんですよね、ルビットタウン行くとね、悪いものじゃないんですけどね、劣勢です、前のやっぱりユニーが出てっちゃったショックが中津川市民大きいんでしょうね、でバローが3店舗も4店舗もあるんで、どうしても分散しちゃってっていうことだと思うんですけど、
ドミナントっていうのはそういうやつだからしょうがないですよね。で、うちも負けずと入れましてね。でうちも QR コードを入れるんですけどもね、やっぱり住所とかそういうのはこういう型は基本じゃないかと思ってね。でよそのやらないことはもう必ずこの、ね、動画を一つ一つの車に添えるということで頑張っております、ね、日々頑張っております。暑いんだね、寝てますよ。暑いんだねやっぱりね、そんなね毎日をこう送ってますが、おバイクかっこいいね。おお素晴らしい。いよ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 オープンカントリーはついた状態で走らせます。オープンカン、ね、オールテレーンです。オールテレーンでまだここに保護紙のねこの跡がありますけどね、綺麗にねこの白いところをね汚さずに送られてきました。で、まあ、実はうちの車用車前も下ろしたんですけども、このホワイトレターがなくてで色塗ってそれっぽくしてたんですけど、ようやくねこの本格的なのを入れたんですが、作り方がね大変らしいんですよ。やっぱりそう簡単にはできなくて、この白い層を1枚貼って削るんだそうです。そうすると白が出てくる。だから決して白く色をつけてるわけじゃないんですね。この白い層を最初にこの中に一層作ってで、もう削り出すというそういうね手法を使うそうなんですね。まあ、このタイヤのサイズがどんどん拡充してきてまして、まあ、スバルもアウトバックで賞をもらいましたの で、このサイズ、アウトバック専用のサイズがあります。これただこれはちょっと違うんですね。ちょっと違うんですけど、まあまあうちとしてはこのスタイルをね、やっぱりお見せしたいということで、まあ、当時、今年のオートサロンにもこのサイズでこういうされてましたね。まあまあ積極的にこれでやれとはディーラーとしては言えないです。それだけは承知して、おいてください。でこれは自己責任ね、うちの自己責任で開かせて、これから走ります。で、オールテレーンの説明ですけども、要するに全天候型っていうことですね。RT ってやつを前に走りまして、ラギットテレーン。ラギットはもうこの辺りから全部ゴツゴツです。ね、そのゴツゴツ度がこのオールテレーン、それからアーバンテレーンってなっていくに従ってゴツゴツ度が下がっていきます。でアーバンテレーンになるとまあこれにいいですよね。この車なんかアーバンテレーンですけど、まだ試したことはないんですけど、アーバンテレーンがこれにあります。で UT というやつですね。でこのオールテレーンの魅力はこれです。スノーフレークマーク、いやですからスタッドレス対応可能になってますね。で目はそんなに細かくないので、デーネードなんかも得意にしてで目詰まりはしにくい、スタッドレスのような細かい細工は入ってない。東洋のね、東洋のやっぱりグローバルで評価されてるメーカーですから、そういうグローバルで評価されてる会社がまあ本気になって作ってるタイヤだと、やっぱりこのキュッとツボにはまりましたよね。僕最初に見た時から気になってしょうがないだったんですけども、でこのカスケードグリーンに、このウェイズの世界このホワイトレター非常に似合いますよね。ああカスケードグリーンにしてよかった、ね、ぜひですね、これからね今日もねちょっと客観的にね走るところも加えたいなと思いますけれども、よいしょ。エアコンの風量を下げます、ね、いや今日バイク多いですね。あれ前見てあれ株がかっこいいじゃん。株があれ女の子だなきっと、ね、いい ねなかなかねいいですよねお同じなんか郵便屋さんみたいなやつですね。
バイクに乗る人本当多くなって、季節もいいし素晴らしいですね。バイクはね、楽しそうでいいよね。乗りたい気持ちは山々ですけどね、ちょっとねやっぱりいろいろなことが僕もありましたのでね、ちょっとね封印しておりますけども、なぜかって言ったらですね、やっぱりね一遍死にかけたっていうことがあるとね、もうちょっとで頭をくしゃくしゃにされるところでしたのでね、だから自分が悪いんですよ、こけたんですから。それがね、トラックがね止まってくれたんですね。サンバーでしたけど、軽トラックがビャッとギリギリのところで、あれなんかもうあれでね、やっぱりねもう運を使い果たしたと思ってますからね、バイクではなかなか思い切れない、それこそモーターショーでねいいのがあって、ヤマハさんがね面白いの出したんですけど、もう原付きのものは出てこないというねことを聞きましたんでね、原付き企画のやつは出ないんで、ちょっとまああれはね SRX でしたっけ、ちょっとね買おうと思ったんですけど見合わせましたが、その代わりそういうお金を他に回してで、ちょっとね水害対策をしたり、ね、階段ブロックで階段作ったり、ちょっと物干しにね、雨が当たるんで軒先作ったりと、でそれでもバイクのお金と同じぐらいかな、ね、ありがとうございます、ね、ちょっとそちらにねお金を回しました、有効活用ですね。で、さあ走り出して、静かじゃん。ラギットテレンと全然違います。ラギットテレンはこの辺でね、あれもね、あれはあれで気持ちがいいんですよ。ラリー車乗ってるみたいで、ね、ブーンって言うんですけど、これも普通のタイヤだし、ハンドルのこの切れ味っていうのはラギットテレンと似てますね。あれもよく切れるんですよ、スッと入るんで。あの時はターボのエンジンで、ね、陸とか来る直前でしたから、もうねかれこれでも3年経ったわけか、早いもんですよね。スポーツマフラーつけてね乗ってましたけど、よりソーダ落とせばやっぱりこちらの方が、まあ、初めてです僕これ乗るの、本気で乗るのってな、下に移動しただけですから、工場の中に移動したことが1回あるだけで、この実際にこういう感じでソーダをしたのは初めてですけど、いい感じでダが効きます。ちょっとドラポジがいまいち合ってないですね。ちょうど前で停止しますのでね、ドラポジ調整します。まあスバル車ってどれも大体同じディメンションになってますんで、もう体がこのスバル車に染み付いてますんで、僕はで何が違うのかなっていうと、ちょっとねペダルの高さがこれやっぱり他のスバルと少しブレーキペダルの高さ違うような気がするんですけどね、それはやっぱり車種に合わせて少しずつですから、これをちょっと下げて、ちょっと近すぎたんですね。でもうちょっと垂れてもあ、いい感じ、あ、いい感じ、おお、いい感じ、この E ボクサーも、あ、いい感じだった。足の位置もね、ペダルが高く感じたやつ直りましたね、もうちょっと下げ、よし、おお、グッグッグッベリーグッね、何言おうと思ったっけ、そよいしょ、もうちょい、そうそう、 E ボクサーのこの変速制御は少し変わってる気がしますね、昔に比べて。昔ってことはないか、 X ブレークをこの間下ろしてたんだよな、あれ一つ前ですね。少しね、油断的な小気味いい感じがします。まあ先日ね、まだ僕記者会見ってやないや、
藤貫さんがあのプレゼンしてる動画をはっきりとあの音出して見てないんで、内容は分かんないんですけども、あの3社のワークショップっていうのが、まあ、開かれましてね、まあ、ワークショップっていうと どうなのかというと、何て言うんですか、あの研修会みたいなもんですよね。ね、研修会みたいなもんで、マツダとトヨタとスバルがそれぞれ、使えるものはリソースは使って、でじゃだからといってお互いに供給し合うんじゃなくって、それぞれの特徴を、まあ、生かした車作りしましょうと。面白いですよね。で今あのなんかレンジエクステンダー的なあのロータリーエンジンの使い方をマツダがしてますよね。ロータリーで動力を出すんじゃなくて発電をするということに使う。あれはでもね、僕はちょっとねやっぱり残念なんですよね。そりゃ彼らの魂を、ね、完全に生かしきってない。だから多分執念を持ってますから、ロータリーに対しては、レンジエクステンダーなんていうあの使い方じゃなくって車にね乗っけてスポーツカー作りたいんだろうと思うんですけども、まあ、以前あのロードスターの開発担当者と話したことがあるんですけど、本当にもう水平対向エンジンには嫉妬しますよっていうぐらい、あの、ね、お互いにねやっぱり僕はロードスター あのコンセプトをずっと続けていく、あの執念素晴らしいと思うし、彼らもねそういうことを思ってくれてるんで嬉しかったんですけど、まあ、その人たちとね現場で会うと本当に楽しく話ができるんですよ。全然知らないんですね、お互いに。この間はあのロードスターのやってるところで、いやいや S 帯の話を、ね、したら向こうも、だからですか、あんなに機密性の高いことやってるから、なんか見せちゃいけないものがいっぱいあるんだろうななんて思ってました。いやいや技術の塊ですよみたいなね話をしたりね、楽しかったんですけど、まあ、そういうマツダさんと、それからトヨタさんはやっぱり直四のね、まあ、THS を開発した会社ですからね。でその THS を開発した会社やっぱり直四が得意なわけで、直四はやっぱりあの、まあ、横に長いんですけど、横に長くはなるんですけど、あの燃費性能を上げるっていう点では直四は水平対向にも有利なところがありますんでね、ここをまあ極めていくっていう、そういうワークショップですよね。カーボン燃料を使うとかですね、電動化技術をあの入れていくとかっていう、面白いなと思って、でそこで新しい e ボクサーが、まあ、お披露目されてまして、まあ、見たところエンジンはあのこのエンジンと一緒で、前から、まあ、この動画見てる人はご存知のようにあのアメリカに出したあのプラグインハイブリッドっていうのはものすごい精緻にできてましてね、そのあんだけのものをあんだけの台数で作るはずがないって僕は前から思ってたんですけど、まあ、それをリニューアルして、ね、完全な、ハイブリッドですね、プラグインじゃない、ね、適用に変えて、値段も当然安くなるわけで、でどこで作るかも明言してます。北本工場っていうところ、もともと産業エンジンを大宮から移管したところで、まあ、そこはリニューアルして、新しい電動ユニット、ね、新型の、e ボクサーですね、なんてなるのか分かりません。すいませんが、 e ボクサーやめた方がいいと思うんですが、あの、新しいねストロングハイブリッドのユニットを組み立てるそうです。まあ、そんなあの様子を、まあ、テレビで見てね、さっき あのクロスレックじゃないや、エクストレールがあんな金額してんだなと、で改めてあの金額を見るとですね、まあ279万円でフォレスターの、ね、電動車が買えるっていう、電動アシストがね買えるっていうのはもう本当にわずかだなと思いますのでね、本当にあとわずかですよ。半年あるかないかだと思いますよ。だから僕は本当背中を押します。あの迷ってたり古いの乗ってる人は思い切ってこれ買った方がいいと思いますね。すごい完成度ですもん。こういうオプカンつけて楽しんだらどうですか。乗り倒す、乗り倒してくださいよ。失礼します。
毎日だな、でもスキーも行くしな、ね、でかっこいいタイヤ着たいな、フォレスター大好きだなっていう人がこのタイヤつけちゃうといいですよね。本当にいいと思いますよ。で面白いですよね、このアーバン、さっきアーバンっていう名前があったんですけど、アーバン、今回のね、カラバン作って、まあ送られてきたらよく見てほしいんですけども、あれあのレイバックで作ったんですが、アーバン、プレミアムセレクション、プレミアムアーバンセレクションかな、どっちか、プレミアムアーバンセレクション、ね、という、まあ、オプションのセットがあるんですよ、ね、でそのものが何かっていうのはね、なかなかねよくわかんないんですね、あの薄暗いようなカタログにね、オプションカタログに、薄暗いようなオプションカタログですよ、見にくい、でそいつにごちゃごちゃっていろいろ書いてあるんですけど、あの別に値段が安いわけじゃなくて、組み合わせてある金額は別によくあるキットとかセットっていうと組み合わせてお買い得になるのが、まあ、当たり前だと僕らも思ってたんですけど、そうじゃなくて、まあ、金額がですね、あのそのままで、ただし分かりやすい注文ができるようになってて、でさらにプラスってやつが出て、プラスって何かって言ったら、要はフロントグリルも一緒に変えちゃいましょうっていうのがプラスになってるんですけども、まあそのプラスってやつをね、まあ紹介するにあたって、うちの社員の皆さんにね、実際に瓦版を見てもらって、紹介をするにあたってお客さんに聞かれたら答えなきゃいけないし、ね、どうなんですか、わからないことを言ったら素直にね、やっぱりわからないって言ってくれる人は素直なんですけど、分からなくても分かったふりする人も多いんですね。というよりも、もう分からないっていうことが自覚できてなくなってくるんですね、だん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 。で、まあ、例えばこのアーバンっていう言葉、これオールテレーンですよね、アーバンテレーンとかっていう、そういう言い方で、アーバン、U っていうのは、アーバンっていうのは何かっていうと、やっぱり都会的なとかっていうね、そういう印象の説明ですよね。じゃあその何がアーバンで、じゃあ他が何かって言ったら、要はレイバックなんかもそうですけど、これ素地を使ってますよね。でその SUV 専用のテキスタイルを 車種別にこの用意して、でスポーツカーはこれが今サメ肌 の空力アイテムになってますから、これ色塗っちゃダメなんですけども、こいつはそうじゃないので別にSUV ですしね。で、要はメーカーの用品部としては、アーバンプレミアムアーバンセレクション、ね、これ語源をね探っていくと面白いです。今日朝朝礼でね、プレミアムっていう意味にどういうことを思うって聞くとですね、ほとんどの人がやっぱりその高付加価値で、ね、ちょっといい感じでみたいな。じゃあアーバンはっていうと、うーんみたいな。でプレミアムアーバンセレクションってした理由っていうのは、この組み合わせにすると、ね、プレミアムっていうと、ほらちょっと余分にお金を払うっていうプレミアムチケットとか言うじゃないですかね、手に入らないプラチナチケットにちょっとお金を付け足すことをプレミアムって言いますよね。かと思えばちょっと特別なとか違う意味もあるし、このプレミアってやつとね混同するとこれはまた厄介で、プレミアも同じような意味を持ってるんですけど、プレミアっていうのはね世界初とかね、そんな、初演とかね、公演の最初の日みたいな、だからワールドプレミアム、ワールドプレミアムって言ってよくモーターショーで新型出すときにジャパンプレミアとかワールドプレミアって言い方しますよね。だからああそうこういうことだよと皆さんね、プレミアっていうのはちょっとプレミアムなものを買うためにもうちょっとお金を出させるような気になる、ね、その気にさせるセットで、でこれはカントリーサイド、ね、田舎向き、ね、でシティライフ、ね、都会向きなのに、ね、シティライフ都会の生活に向いたアーバンな、ね、セレクションを、ね、スバルが用意して組み合わせてこれでやるといいよという提案だと、ね、いうことだと、やっと気がつきました、ね、でプラスっていうのはこの頃追加されたみたいで、これはまあレイバックの話でこの車とは関係ないんですけども、プラスになるとグリルも、変えてください。それが今度のね瓦版に載ってますけどね。まあでもね、我々
一からこう勉強してね、あのそれは何でかって瓦版作るから勉強せざるを得なくって、でそれを社員に強制して読ませてますから、強制して読ませますからね、読ませると答えなきゃいけないんで、調べてまた勉強するわけです。これやらずにですね、ぼーっとしてたら売れるもんも売れないですよね。大事なことだと思うんですけどね、ちょっとね瓦版届いたら読んでみてください。レイバックがねガラリと変わるあの、提案をしてます。で、こちらの車にもいろいろあるんですけども、こちらの提案はそういう付加物をつけるっていうよりも、この本当にこの一番ベーシックな車のこの落ち着いた雰囲気、これをこのタイヤとホイールでね、ドレスアップする。それで外したタイヤも、まあ、いずれ履き潰すこともあるでしょうし、それからあのスタッドレスタイヤを1本持って1セット持ってた方がいいと思うんですね、こういう車乗る人は。なぜかって言ったら、本格的に氷の上を走るっていう時にはやっぱりこれだと不安がありますよね。ですからアイス、それも湿ったアイスの上をギュッと走るにはサイプが欲しいですから、サイプのある本格的なスタッドレスを持つこともいいと思うので、まあ、そういうことのために取っておいてもらう、そういうお金の使い方もあるなと思います。じゃあちょっとね、走らせてみます。ですね、アイサイト、ね、アイサイトで今止まりましたね。さすがですね。さあ、こういうね、やっぱり、人的なね、犠牲もねあのこう交えてですね、スバルのね車作りのね確かさをね、こう実証すると、ね、いうのが大事ですし、決してね、あの3つの目玉じゃないからアイサイトがこれ劣るわけじゃないんです。今見てくださいましたね、ちゃんと人を見極めてね、止まるわけですよ、今完全に停止しましたよね。ちゃんとね、あのそんなね絶対に引かない自信があるからやってるわけでね、誤解をしないように ねさあということで、帰っていこうと思います。この車のパワーウィンドウは前席2つがフルオート、もうポッとやればあのワンタッチで全部開ける閉めるができるし、車種によっては後席もねそうなってるのがありますけど、あのエンジン始動して真夏のね、あの暑い時はエンジン始動してエアをフレッシュにして、でエアコンかけて窓を開けるっていうのが一番エアコン早く効くコツなのでね、覚えておいてくださいね。さあ、しばらくぶりにここまで来ましたね。ここまでがね、すぐ下まで来るんですよ。ね、鶏飼ってるところ、ね、相変わらずなんか自分のために飼ってるとおっしゃってましたけど、ね、やってますね、僕はそれね。あ、そうか、あの人は水の番人もしてるんだ。そうです、ね、なかなかカントリーライフですね。カントリーサイドですね。カントリーサイドね。そうね、そういうことを求めて、住んでらっしゃる方もね、やっぱりあるわけでね。僕もどっちかというとね、カントリーサイドが好きなんですよ。あの本格的なそのカントリーサイドはダメなんですけど、ね、やっぱり近くにちゃんとした動物病院があって、自分の病院も必要ですし、で、ちょっとポツンってわけにはいかないんですけど、でもやっぱりこういう、もうこういう環境が近くにないとダメなのと、どっちかというと人があんまりいないところが好きなんですよね。そういう風にできてるみたいですね。さあ、今度は下っていきます。気持ちよく走ります。もうね、ちょっとだと思います。時間まで8時でね、お付き合いいただこうと思いますけども、オープン
カントリーっていうそのタイヤも要するにカントリーサイドですよね。もうカントリーって名前がついてるわけですから、その名に似つかわしくない、非常にあのオンロード上の走りがですね、スマートですね。このタイヤ賢いタイヤだと思います。あのソヤじゃないんですね。スマートです。これラフかスマートかですよね。実にスマートです。よいしょと、いいな、よし、ということで、ね、どうでしょう、お気に召していただきましたが、なぜ僕がこの車をね、すごく押すかっていう、ね、かなり分かっていただけたんじゃないかと思いますけどね、まだ間に合います、早いうちにね、お買い求めになることをお勧めします。いつでも来てください。詳しく説明して、買ってください。ということで、今日もありがとうございました。